毎日、まあ、同じように、まあ、プーチンが悪いの、まあ、世界規模で今もプーチン叩いて、なぜこのウクライナの歴史的な流れ、歴史のいわゆる事実をもう少し語らないか、それ語ってるのは私 GRP 調査員だけで、まず直近で私が何回も言ったら、8年前のいわゆるキエフでのクーデター、誰がやったかと、これは明らかに当時は旧ソ連のいわゆるメンバーが連合を作ったわけ、ベラルーシ、ウクライナ、それでグルジア、モルドバ、カザフスタン、アゼルバイジャン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタンと、これ全部連合を作って、旧ソ連の一つの縄張りを作ろうとしたわけだ、グルジア。一番重要な拠点はやっぱりウクライナだ。その中心的存在はウクライナとカザフスタンです。だからカザフスタンはプーチンの盟友であるナザルバエフという人が大統領で、このメンバーの、いわゆるユーロシア経済同盟のメンバーの中心的存在であったわけです。だからウクライナはヤヌコビッチがプーチンの言いなりになる人間で、ヤヌコビッチが大統領であった。だからこれを切り崩す作戦をアメリカ CIA と英国の MI6 がやっとったわけ。見事にそのソチオリンピックの感激を塗ってヤヌコビッチが追い出されてクーデターが成功したから、バイデンの息子が国営会社の役になってるじゃない。